1948年、三田村志郎は、労働組合活動家、社会主義者で、戦前の非合法,法政党時代の日本共産党幹部。社会主義運動家の久住み子は、二度目の妻にあたる。石川県金沢市生まれ。本名は志郎。高等小学校を中退の後に、大阪市に転居、川口商業学校に進学するも中退し、給仕や妊婦などをして、 ここをしのいだ。1916年に大阪府警察部巡査として報職するが、自分たちが取り締まっている社会主義に関心を持つようになり、含む規律違反に問われて1919 19年に免職。上京して平民大学で高津正道と知り合い赤月民会に入り、日本社会主義同盟を経て、日本働総同盟に参加。1922年、 くつみふさこと再婚、前妻との子を、宗教家、出口鬼三郎に預け、この子は鬼三郎の娘として養育された。再び大阪に戻って、1924年に大阪印刷労働組合執行委員に就任する。やがて総同盟が路線問題から3分裂すると、1925年5月の日本労働組合評議会の結成に参加して、中央執行委員。 組織部長、政治部長を、歴任、1926年4から7月の浜松市での日本楽器葬儀を指導した。1926年12月に再建された日本共産党に入党、中央委員に就任。党を、佐野学鍋山さだちか、市川翔一、福本和夫らと共に率いるも、1929年に4.16、事件で逮捕。 1933年に佐野・鍋山が獄中より天候生命を発すると三田村も同調して天候を表明した。1943年10月に佐野・鍋山は出所したが三田村は予防抗金を続けられた。戦後釈放されるも共産党からは拒絶され山川一らの民主人民連盟に参加。さらに中間派の労組を休合して 日本労働組合会議結成に関わり、事務局長になる。その後逆コースによって、反響機運が高まると、職場防衛運動を起こして、職場防衛協議会や民主労働者協会を主催し労使協調、反響を基調とする労働運動を指導。いわゆる、三田村老健と、あだなされ、三井三池葬儀など大規模な労働葬儀では、第二組合のオルグに関与するなど、 戦前の左翼的労働運動から大幅に転向した立場で労働運動を指導した。また、佐野、鍋山らと民社党の母体となる民主社会主義連盟の発起人になおね評議員を務めた。1964年、肺がんのため死去。内閣調査室の設立当時からの協力者であり、委託機関の労働社会研究所の主催者であった。小泉康太郎。 野村ジョージの筆明による著作がある。弟の三田村丹次は鎌倉材木座でバクトの貸し元をしていた。ありがとうございます。